そろそろ冬が訪れます。そうか、あと10日で家畜のための干し草。そうか、冬は生えないからね。牧草はすべて枯れてしまいます。なるほど。サイロは干し草を240枚ずつ。サイロ自体をもうちょい建てるっていう手もありだな。ねえ、家畜がもっと増えると落ち着かないもんね。そして今日ね、マーニーの誕生日なんで、どうしようかな。アマランサス、ちょっといい品質の方が喜んでくれたりするかな。まあいい、お祝いだもんな、あげよう。いいやつ、金はないけど。お、マーニーいた。どうした？なんか診察会？その前に先生ちょっと待ってくれ。今からね、マーニーの誕生日を祝うんだ。危ねえ釣り絵をあげるとこだった。誕生日プレゼント、こんなにいいものありがとう、ジュルリ牛じゃなくて自分で食ったんだろうな。本当はね、ダイヤモンドとかの方がね、特に好きの部類に入ってるんだけど、さすがにダイヤモンドまだちょっとねもったいないからな。ん？どうしたんだ？ハービー先生、このことは絶対に秘密にしておくれ。なんだ？どうしたの先生？俺聞いとく、俺聞いてる何したの？フルーツの苗木買っとくべきだったな。というか今から買ってもう植林始めるかな。ね、ここら辺のがね、ちょっともう秋の間に合わないから。あーって考えるとね、キノコじゃなくてコウモリにしとけばよかったね。で、夏と春、まあとりあえず春のものを育てておくか。今買って、でも冬に買えばいいかな。そしたらどうせまだ、うん、まあちょっと考えとこう。どこに植えるかを考えておこう。マグマ小石、マグマ大使、赤いぞ、タイガー、はい。新たな仮面を持ったやつが。そして延べ棒、おう、うん、まただ、またバッツァバッツァバッツァ来る。お、赤バット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 、某野球選手じゃないぞ。ぐっちゃぐっちゃくるな。これはね、鉱石破壊というか石破壊でもいいんだけども、敵を倒して、おっと、階段が現れるパターンもあるからな。ちょっとエネルギー低いからこっちでやった方がいいか。ほいほいね、出るでしょ。あ、危ない危ない、もうちょっとダメージでかいからあまり囲まれたくないな。やったぜ、金の延べ棒。松明とかかっぱらいたいけどそんな暇はないが。タコ、いいもん出ろ、いいもん出ろ。お、ルビー、そしてコンボ、俺好きだな、よく合うんだよなこのコンボ。よーし、ギリギリ90回、黒曜石の剣、ほう、かっけー。スピードが遅いのか、クリティカル。ちょっと大きい剣ってことでしょ。どんな感じだ、比べてみると。そろそろ早く帰ないと。スピードはやっぱフォレストだけども、ダメージがダンチだね。よし、こっちで行こう。そして帰ろう。時間がやばいけども、トロッコのおかげで。間違えた、バス停。ふう、こっからなら間に合うぜ。1時間ぐらい遅くなっても、これなら間に合うね。お手紙。おう、はい。レシピ。私、クリント。スープのレシピ。お、さらに。お手紙。キャロラインが、私は、パンプキン、カボチャ。私、ドテカボチャって呼ばれてるの。ジャックオーランタン、あれか、ハロウィンに使いたいから、パンプキン持ってこいよって、そういう話かな。ジャックオーランタン、実況者のことじゃないぞ。カボチャ持っていこうと。品質の普通のやつ持ってこう。こっちの小石を開けてなかったね。手裏剣3個、違うな、イリジウム、おー。でも3個じゃな、まだ鉱石にならないだろうから。しかしこれいいな。多分これがかなり仮想での小石なんだろうな。あ、呪いの人形スペースが
ここにも物を置かなくちゃな。まだまだね、間は空いてるんで。伝説のギョの秘密、ギョギョギョ。5匹のユニークな魚がいるらしい。それらは一度捕まえると二度と現れることはない。へえ、キメダイは夏限定か。グレイシャーフィッシュ。へえ、冬にしか。なるほど。死んだサップの森のある島、つまりまだ先か。アンコウは秋。町の北部で川が山あいから落ちてきたところで、あ、じゃあ秋のうちに取れるかな。下水道にはねじれた魚。へえ、ねじれた、なんか海蛇とかドジョウとかそっち系のやつなのかな。最後の魚は今まで釣り上げられたことがなく、ただレジェンドとだけ呼ばれている。へえ、山の湖の沈んだ丸太に潜んでいて、春の雨降りの日にカエルの卵を食べるだけにすごい限定的な条件。釣り上げられるのは多分いい釣り竿とか、もしくは釣りレベルが最大とかじゃなくちゃダメってことかな。この釣りの訓練をしってあるとこがね、怪しいね。なるほど。それでペリカンタウンのトンネル内で何か奇妙なものを見つけた。ゴゴ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 ゴ。あそこどうやって開けんだろうな、下水道のところとか。キャロいたいた。へい、カボチャ。どてカボチャ。アビゲイルがこれを見たら卒倒すると思うわ。ありがとうカーダー、やったぜ。と思って500、娘のためにカボチャでランタンを作りたいらしいと。お母さんが作ってあげる夏休みの工作。もう秋だな。レッドスライムを6匹か。それが現れる回にちょっと行くか。これかな、レッドスライム。さあ、新しい剣の切れ味を試してやるぜ。この剣のサビとしてくれ。あー、やめて、サビトレール欲しい。やばい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 、俺がサビになる。サビついた俺。よし、これがレッドスライムだね。あと4匹。おお、ダイヤモンド出たりすんのか、あいつから。やったぜ。でもってルイスか。もうゴールドがあるから斧を新調しようかな。そしたらね、丸太がちょん切れるから多分5個とかありゃいいのかな。おお、巻物だこれ。お店に突っ込もう。ライナスからもらったけども、あんな野郎の作ったもんなんか食えねえよ。大事なものを忘れてた。樽、これをたくさん作りたい。多くの樹脂と銅、鉄、粘土、木材。チェストももう一個作んないとこだな。そして高品質スプリンクラーもね、もっとバンバン作ってもいいな。金がそろそろね、ようやく取れるようになったし。炭焼きはまあ、タッパーももっと必要だな。あと木はなんか分かりやすいところに並べてやりたいね。カニ取りかご、ああ、これも割と簡単に作れるようになったから、どんどん置いちゃっていいんだよな。クラフトなんかついつい忘れちゃうんだよな。僕ものでクラフトっていう要素がね、あんまりないから。で、樽。もう一個作ろうか。これは量産しといた方が良さそうだな。多くの樹脂がね、ちょっともうないんで。おそらく、ブドウを入れるとワインで、ホップ入れるとペールエールかな。ホップ。ポップ、ポッポポッポ、ハタポッポ。ちょっと家の中にスペースないから、ちょっと脇に置こう。ほい。で、うん、ポン。隣接していいよね。で、ここに、ほい。ほい。いいのが出来上がれよ。これ、高品質の入れた方がいいのが出来上がるのかな。びっくりした、そうだ。クエストがあったっけ。おお、やっつけてくれたんだね、スライム。これで問題解決だよ。で、あー、長いっすね。え、なになに、まあ、俺を言ってくれてんだろう。で、いずれはわしのことを嫁としてもらっておくれよっていうことなんだろう。牧場生活を楽しんでなと。すごい適当な役だったけど、役どころか読んでないからな。あ、しまった。こっちだ。金どころか。まだこの鉄の方やってなかったか。5000か。つまりあれかな、金だと8000とか1万とかいくだろうから、そっちだったら足りてなかったな。まあ、とりあえず小石を破壊してもらおう。フンヌラは持ってるやつ、どすこい。うん。音がもう悲しいもんな。ペコン。
よし、じゃあ小野、お、2日で用意できるよ。日本語喋ってくれるようになった。イカリング、あれでしょ、今どこで縄張りやってるよとかレギュラーマッチやってるよとか、あのね、フレンドにお知らせできるあれでしょ。そうか、牛小屋とか他の動物の、うん、建てるべきだったかな。サイロ増やしてもいいかもね。やっぱ粘土か、粘土をちょっと洞窟行ってホリホリしてこないとな。意外と手に入ってないというか、馬小屋も大事だけども、あと硬い方の木もな。これはまあ置いておいて、大きな鳥小屋にするとアヒルがアンロックされるとアヒルを飼うこともできると。鶏小屋を増やすことできるのか。そんなに増やす必要あるか。あ、まじ、違う違う違う、立てません立てません、取り壊しません危ない危ない。チューインスティック、ここ一瞬分かりづらかったな、他のと被ってて。90回、おっと、また危ねえ魔法野郎が。取ってこ、これはどうだよね、避ける。こいつからのドロップ金が欲しい。いいね、攻撃力上がったから。おわんつおわんつおわんつ、うおー当たらね当たらね、よしよし、だいぶ殲滅速度が上がった。ふう、やったぜ。でちょっと掘ってみるかな、出てくるかな、粘土粘土。でも粘土取るんだったら、お、やった、下の方の階層でやった方がいいかな。そして洞窟人参、やったぜ。洞窟人参で回復しつつ粘土をどんどん取るか、それか95階をとっとと目指すか。まあ時間まだ早いからちょっと粘土ほっとくか。よしよし、みっけみっけ。で95回量産しておいたぜ。すぐにできるわけじゃないからね。大学芋、わあ、ヤム芋で作れんのか、なるほどトゥルルルルが長い、多分あの英語の方の元の文章の長さでトゥルルルって流れるんだろうからね、日本語に訳した時でこれ止まるから一瞬バグったかと思ったけどもね。ほいほい、おお、なんかお小遣いもらった。なになに、お前はこの町にとってなくてはならない存在じゃとかよくわかんないけども、はい。でもって次がブルーベリータルトのレシピをゲットしましたと。やべえ、ロビンの誕生日か。ちょ、ロビンの好きなものを調べてきます。そんな時に俺が使ってるのはこのスターデューバレーのオフィシャルのやつ。これ以上なんだろう、もっとね、そう、こっち行くと見たことないやつとかいて、調べるとね、いろいろ出てきちゃいそうだし、あとネタバレになりすぎちゃいそうなところは避けてるね。これとかね確か砂漠に入れてたっけ。ということでロビーンで生息地域、出没の時間帯が書いてあって、好きなものはこの辺りとヤギのチーズとか。ただここら辺で代用しようかな、ピザとかサラダが余ってたから、ここら辺をぶつけに行くか。いたいた、ドビーンドビーン、へへい、おっと連打したらキャンセルされちゃった。はい、誕生日プレゼント、こんな良いものありがとう、やったぜ。こんな感じだ、ロビンは星5個と。よしよし、あら、おばあちゃん家に入ったらイベントが。なんだい、誰だ、違うか。あら、かだ、あなた、この匂いがなんだか気になるの。おばあちゃんの匂いよそう言ってもらえると嬉しいわ。私今自慢のクッキーを焼いていたのよ。お、いつかレシピを教えてあげるねって言ってたね。おお、おばあちゃんくれよ、お一ついかがかしら。全部だ全部だ、よっしゃこぼしすぎ。そして今闇が深い顔が、まるでホッケーのパックを噛んだようだうん、おいしい、ありがとう。特別にレシピを教えてあげるわ、他の人には秘密よ。
なんで BGM 止まったの？ちょっと怖いな。てな感じと、今のさ、まずいわって言ったらさ、多分レシピは教えてもらえないとかかな。もしくはレックスが飛んできて、左と右の頬を交互にぶったたくとか。ということで、ブリッツボールの試合ですか。なるほど。でもってね、配達の方で、コモンマッシュルーム、普通のキノコをアレックスに食わしてると、お前のキノコは普通だなと。へい、おお、普通のキノコ。私がリクエストしたやつだぜ、ありがとうよ。おお、ちなみに私のマッシュルームはリトル。リトルじゃない。なんだこの吹いてんの、気持ち悪い。なんだったんだ今のは。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。